大麻三好達人雨の中に馬が立っている。一頭二頭小馬を交えた馬の群れが雨の中に立っている。雨は少々と降っている。馬は草を食べている。尻尾も背中もたてがみもぐっしょりと濡れそぼって彼らは草を食べている。草を食べている。 あるものはまた草も食べずにきょとんとしてうなじを垂れて立っている。雨は降っている。少々と降っている。山は煙をはげている。中岳の頂からうすら黄色い重っ苦しい噴煙がもうもうと上がっている。空一面の雨雲とやがてそれはけじめもなしに続いている。 馬は草を食べている。草千里浜のとある丘の雨に現れた青草を彼らは一心に食べている食べている彼らはそこにみんな静かに立っているぐっしょりと雨に濡れていつまでも一つところに彼らは静かに集まっているもしも百年がこの一瞬の間に 立ったとしてもも何の不思議もないだろう雨が降っている雨が降っている雨は少々と降っているいかがでしょうか三好達治の代表作おあそを朗読させていただきました、えー、私の 好きな詩の一つですというのはこのゆっくりさが好きで本当に時間がゆっくりゆっくりと流れているというかほとんど止まっているような感じさえしますねこの時の緩やかさ貴重だと思うんですよ現代社会というのはどんどん,どん,どん時短時間短縮で動いてきて加速してきて 人はどん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 こう追い立てられるようにですね忙さ忙ざるを得ない状況に追い込まれているかのような感じがします。ですから心がかわ乾くささくれ立ってくる荒れてくるそういうことが時間がですね時間のスピードが速くなればなるほどそうなっていくのではないでしょうか。まあ、私の 心回帰の中で4つの創造プランというのがあって創造的回帰創造的余白そして創造的遅速というのがありますそれは意図的にですね時間をゆっくりにするということなんですねそれはえどうやってゆっくりにするのと新幹線乗らないで鈍行に乗るのとそういうまあそういう 感じももあるわけけですけれどもただ物理的な問題もさることながら心ですね心の持ちようによってゆっくりのがいいんだとゆっくりでいいんだと急ぐ必要がない今日はゆっくりしようそれを毎日そう思うことによって生活ってうんと変わると思うんですよ。何かもう無意識のうちに 急こことは良いこと,いことはいだ早いいいこことだととはだ思っていませんかそうではなくて時間がゆっくり流れていないとゆ,ゆっくり出ないと豊かな生活って私できないと思っていて詩とか優れた芸術って急いでたら干渉できませんよね。芸術自体がすごく時間をかけてじっくりと作られたものなので。 受けけ取る側もじっっくりと味わわた方がいいわけですよね。で、そういうことをこの創造的知足って私言うんですけどね時の速度を落として暮らしに和みを知足社会の創造という感じでですねまあ提唱してますそれをまああえて私のこの概念にひっつける必要はないんでしょうけれども。 ただ一つのこの噂の鑑賞の仕方としてこのおそらく日本人の詩人で書かれた試作品の中で時間が時間の緩やかさ時間の流れるスピードの遅さでは一番じゃないですかね変な言い方ですけどそういう感じすらしますねというかもう時間の感覚が もう今の現代社会と全く異質な時というものがありますねこ,こ,この詩の中にはねで最後から、えー、3行目「もしも100年がこの一瞬の間に経ったとしても何の不思議もないだろう」この1行が効いてますね大草原が広がるその中で雨がこう少々と降っている 寂しげに静かに音もなく降っている。その中に馬たちが草をた雨に濡れながら草を食べているね。そう眺めている、まあ、自分がいるわけですけども、も容師さんがいるわけだけども、ただそのこの瞬間に100年が経ったとしても何の不思議もないだろう。この時間感覚、いいですね、豊かですね。なんかもう、 こういううい、ん、いトリップっていうのかな心の旅というのかうまい言葉が浮かびませんけれども三好さんは三好一司さんはこの詩によってねまあ意識か無意識か分かりませんけどものの見事に現実あの私たちの目の前に提示してくれてますよね。まあ 私この詩を知ったのは教科書で読んだのか青春期にそういうアンストロジー的なもので読んだのかちょっと思い出しませんけれどもまあ今の教科書にも載ってるんでしょうかねちょっとそれは分かりませんけれどもまあ語り継いでいきたい名作の一つですね。はいということでですね今日も最後までご視聴ありがとうございました。今見てていいいただいている ページの URL はこの動画の下の方にある概要欄説明欄に終わりしておきますので、まあ、補足事項とか、えー、あの記述してありますので是非一読くださいよろしくお願いいたします今日もご視聴ありがとうございましたそれではまたお会いしましょう